ほど。はい、どうもこんにちは、たかしでございます。今日もね、ゆるゆるっと解説をしていきたいと思っています。今日はね、比較動画ということで、まず第一弾、このね、ニコンさんの Z7 とソニーさんの新しく出た α7R4 を比べてみたいと思います。でね、僕実はがっつりソニーユーザーということになっているのですが、実はね、ニコン大好きなんですよね。で、なんでニコン好きかっていうとね、まあ、僕の写真の始まりはニコンだったっていうのもあるんですけど、ニコンの絵作りっていうのはすごい好きなんですよね。整った完璧な状況でね、撮影ができればニコンさんの写真がね、一番好きな写真が出てくるんじゃないかなと思ってます。絵作りは完全に好みの問題になってしまうんですけれども、もう好みの問題ちょっとさておき、このね、仕様の状況、まあ、どんな機能を持っているのかっていうのをね、今回比較をしていければなと思います。でね、この Z7 が出て1年、2018年の9月にこの Z7 が発売したようなんですけれども、今年ね、2019年9月になりました。ということで、まあ、この1年前のね、この Z7 どんなものなのかなっていうのをおさらいをしつつ、この α7R4 と比べていければなと思っております。でね、まず価格面比べてみましょう。このニコン Z7 に関しては価格 .com さんでだいたい30万5000円前後ということで、だいぶ値段が落ち着いてきたんじゃないでしょうかね。一方こちらの α7R4 に関してはまだ発売したてということで、まあ、35万から6万ぐらいの価格帯で動いているんじゃないかなと思います。さて、早速レビューの方していきたいと思います。まずね、画素数からいってみましょうか。こちら Z7、 ニコンさんの Z7 に関しては4575万画素ということで、当時にしては最新の画素数でありまして、当然今現在になるとこの α7R4 の6100万画素に抜かれてしまったということで、まあ、ここまで画素数いるのかっていう問題でもあるんですけれども、基本的には高画素機の部類の2つのカメラになるということになります。でね、ちょっと僕最近よく使うので、バリアングルってどのぐらい違うのかなって、ちょっと僕もよく分かっていなかったので見ていきたいと思います。まずね、 Z7 の方のバリアングルこんな感じかなっていうと、こんな感じ、非常に滑らかで、に対してよいしょ、 α7R4 どんな感じなのかな、よいしょよいしょ、こうやって並べてみると、まあそんなには変わらないのかな。ただニコンさんの方がよいしょ、遠くした時のこの角度は上向きになりますね。上から覗いた時におそらく見やすいのはニコンさんなんじゃないかなと思います。で、このなんかモニターもね、やっぱり大きさが若干ニコンさんの方が大きくできているんで、このバリアングル使いやすいのは間違いなく Z7 なんじゃないかなと思います。次、センサーの比較ということで、ちょっと、まあ、動画にちゃんと映るかどうかわかんないんですけど、やってみましょうか。さあ、取り出してみました。 Z マウントと E マウントのサイズの違い、こんな感じで分かっていただけるんじゃないかなと思います。ちょっと僕も覗いてみますね。このね、見てみるとこのフランジバックって言われるレンズ装着面からセンサーまでの距離はニコンの方が短くなっているんですよね。でも本当この Z マウントでっかいですね。あんまりね、開けっぱなしにしておくとホコリが入ってしまうので一応戻しましたけれども、このね、マウントの径、これがね、多分次の、まあ、ミラーレスをどうしていくか、どのようになっていくかっていうところで大きなキーポイントになっていくのかなと思ってます。で、具体的に言うとソニーさんはちっちゃいマウントの径で勝負しているので、レンズ作りとかっていうのは大変だし、状況、光が取り込める量っていうのはソニーさんのマウント径っていうのはちっちゃいので、光が取り込める量がちっちゃかったりとか、いろんな問題があってレンズを開発するのが大変みたいなんですね。
で、ニコンさんに関しては昔の、F マウントっていうのかな、でこうレンズの径がちっちゃかったのですごく開発に苦労したということで、今回ニコンさんは径をすごく、マウント径をすごく広げてきたんですね。でこれによってね、いろんなことができるようになったということなんですけれども、でも当然レンズの作りやすさとか画像面に関するねアドバンテージは大きい方があるんですよ。 Z7 こちらの方がアドバンテージを持っているんですけれども、ソニーさんに関しては軽くいくっていう思考があるみたいで、このマウント径を大きくしちゃうとどうしてもね重たくなっていってしまう傾向にあるということなので、これは一つの方向性としては面白いんじゃないかなと思います。でこれがねどっちの方がいいかっていう部分に関しては、あとはもうソニーさんの絵作りがどこまでできるかっていうのと、あとニコンさんがこのマウント径をどれだけ活かしたレンズ作り、カメラ作りができるかっていうのは結構ポイントになってくるんじゃないかなと思います。でね、こうやって並べてみてみると、よいしょ、よく分かっていただけると思うんですけど、ニコンさんの Z7 にはこの上面にモニターがついてるんですよ。なのでこのねモニターっていうのが実は僕すごい今回いろいろ使ってみたんですけど、ソニーに比べて本当便利だなって思いました。やっぱりねソニーさんだとここじゃ上から見てもダイヤルの設定っていうのが分かんないんですよ。なのでこうやってモニターかファインダーを通して設定を確認しなきゃいけないんですけど、ニコンさんだとこうやって上から覗くだけで今絞りがいくつでシャッタースピードいくつでよし変えようっていうことができるので、これはねすごいアドバンテージなんじゃないかなと思います。反面ねここにモニターを埋めるっていうことはそれだけねここのところに余分なものが追加されるので重たくなったりとか大きくなりやすいっていうところもあるんですけど、まあ、見た感じで言うと、まあ、そんなにすごい重いなとか大きいなっていうのを感じないので、まあ、ニコンさんキャノンさんもついてるんですけど、まあ、すごく頑張られてんだなっていう感じを受けます。あと本体の重さなんですけれども、 Z7 に関しては 675g、新しく出たソニーさんの α7R4 については 665g と 10g ぐらい違うんですけれども、基本はねもう同じぐらいの重さかなということで考えていただければと思います。でね、この重さっていうのをどう感じるかっていうのを左右するのはこのグリップだと思うんですけど、このねグリップ感に関してはこう握り比べてみるとね、やっぱりねそれぞれ違うんですけれども、そうだな、個人的にはね、今回の α7R4 のこの握りは結構僕は気に入ってます。でただねここにかかる負荷とか重さっていうのが痛いって話をずっとしてるんですけど、これに関してはニコンさんないのでこの Z7 の方が優れてるんじゃないかなと思う。重いレンズをつけた時にここにグッという負荷がかかりやすいかかかりにくいかでいうと、ニコンさんの方が持ってて痛くはないものになります。手ブレ補正ということでいきたいと思います。手ブレ補正に関してはニコンさんが5段、ソニーさんが 5.5 段ということなんですけど、これに関してはねあのレンズとの相性とかそういう部分っていうのもあるでしょうし、レンズの何段っていう手ブレ補正と噛み合ってものすごい手ブレ補正を発揮するっていうところもありますので、ここはね、総合的にちょっと今後判断をして見ていきたいと思っていますが、ちょっと実はあまり暗いところで撮影をしないので正直なんとも言えないです。で次に電池ですね。電池、はい、電池を取り出してみました。まずね Z7 の方からいきましょう。 Z7 はまあこの見たことのある電池で、まあ、今までのカメラと同じ形をしてるんですね。でちょっとねちっちゃな型番は違うんですけれども、同じ形なのでこれを前の機種に入れたりとか、あと前の機種の電池はそのまま使えるんですね。なのでこれはすごいメリットになってくるんじゃないかなと思っております。で充電器とかもねそのまま使えるんで、今までのニコンユーザーさんに優しい設計になってるんじゃないかなと思います。対してソニーさんはこの Z 電池っていうのかな、このねおなじみの
新しいタイプの電池ですね。これね、α7R3 からこの電池になったんですけど、 α7R2 までね本当電池が持たなかったんですけど、この電池になってすごく救われた部分っていうのが出てきまして、僕もこれになってソニーになって本当に良かったっていう風に思えた時がいっぱいありました。このね電池なんですけど、やっぱり α7R2 との併用とか α6400 との併用っていうのは非常に難しいんですよ。なので早くこのね規格で統一された機種っていうのが拡充して安くなってくれればいいかなって思ってます。でね、この電池で大事なのは、どんぐらい持つのっていう話ですよね。電池を見る上で、どれぐらい取れるのかっていうのは非常に重要ですよね。で一応カタログスペック上の話をさせていただきますと、 Z7 の方はファインダーを使って撮影した時に330コマ、一方で α7R4 については530コマということで、200枚ぐらい差があるんですよね。あとこちらのモニターを使ってね撮影をした時に、どれだけ撮れるのかって言いますと、 Z7 で400コマ、α7 の R4 で670コマということになっております。ただしね、これね、この何枚撮れるって結構あやふやで、どういう状況でどういう風に撮ったかっていうのをそれぞれのメーカーが定義して撮っているんですね。なので、ここについてはあまり参考にならないと思います。で僕の体感で言う と、ニコンの Z7 も全然電池落ちます。多分ですね、予備電池1個あれば安心して1日お出かけができるんじゃないかなと思ってます。どれくらい撮るかによって変わってくるんですけれども、基本的にはそんな仕様になっています。ただね、ソニーの製品に関しては撮影をしながらの充電っていうのはできるんですよ。なのでモバイルバッテリーをつなぎながら撮影をすることによっていくらでも電池が伸びてしまうっていう部分においてはソニーはやっぱ優れているのかなと思っております。で次にね、ファインダーの見え方どうなのかなっていう時に、正直体感では2つともそんなに変わりません。非常にクリアです。で画素数だけで言うと、ニコンの Z7 が369万ドット、ソニーが576万ドット、約ですけれども、そのぐらいのものとなっております。本当ね、体感2つともすごいクリアで、で、α7R4 に関しては3まで微妙だったんですけれども、4でやっぱりね、だいぶ上がってきたのかなっていう感じはしました。次にモニターについてなんですけれども、Z7 のモニターと、この α7R4 のモニターをちょっと比べてみると、 Z7 の方が少し大きくなっているんですよね。で一応モニターのドット数に関してはニコンが210万ドット、ソニーが144万ドットということで、サイズが大きい分その分大きいのかなと思います。であとね、見え方については正直なところニコンさんに軍配が上がってると思います。やっぱり、ね、綺麗だし写真がよく見えるようになっています。個人的にはね、ニコンさんのこのモニターっていうのはすごく使いやすいと思いました。次にオートフォーカスのポイント数についてなんですけれども、もう2つともねだいぶ成熟しきっているんですよね。なのでそこまで重要視する数字ではないと思うんですけれども、 D850 ですら153点のオートフォーカスポイントではすごいぜって言われたんですけど、もうミラーレスに至ってもその3倍超えの数字、493点のフォーカスポイントこの Z7 は持っています。対するソニーに関しては567点ということで、ちょっとこっちの方が多くはなっておりますね。でね、この AF の点数、ポイントの数ですよね、どれだけこう置けるかって、そこまで大事かって言われると大事じゃないのかなと思うんですけど、このね、瞳オットフォーカスとかで追従するときにね、追従するこの感覚っていうのはこれによって変わってくるんで、これはある程度まではあった方がいいんじゃないかなと思いますけど、 Z7 が少ないから瞳オットフォーカスで AF 値合わないかって言われるとそういうわけでもないと思うんで、これはまあそこそこあればいいんじゃないかなと思っています。でね、あとオートフォーカスの話をすると、試した感じですと、この Z7 のね、暗いところでの能力っていうのは素晴らしい。どう素晴らしいかっていうと、ローライト AF っ
っていう機能がですね Z7 にはついてまして、ちょっとスピード遅くなるけど暗いところまで行けるよ、具体的にはマイナス4 EV までオートフォーカスを合わせることができますよっていう機能なんですけど、これは結構優秀で、昨日 α7 R4 でね暗いところで撮っていたんですけれども、もうねずっとカッ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 カって言ってオートフォーカスが合わない場面でも、このローライト AF はねしっかりと、ちょっと遅めですけどピッと合うということで、なんかやっぱりちょっとそういった面では Z7 の頼りになる部分っていうのは暗所、暗いところになるんじゃないかなと思いました。一応ね α7R4 もマイナス 3EV っていう風に書いてあったので、そこまで弱くはないと思うんですけれども、この Z7 に関してはマイナス4まで耐えられるということで、素晴らしいポイントなんじゃないかなと思います。この2つの、メリットというのはそれぞれ、特記事項としてはありまして、まず Z7 の方から、これね、A2Z アダプターっていうのかな、で昔のニコンのレンズが使えるんですよ。ということはどういうことかって言いますと、結構ねニコンの目玉と呼ばれるものが瞳オートフォーカスや、あとね細かい AF ポイントで AF することができるので、これね例えば 1.4 のレンズとかね、今まで苦労して撮っていたものっていうのは手軽にね撮れるようになったりするっていうことなんですね。で試した感じだと F2Z アダプターをつけて撮影をすると、瞳オートフォーカスはねちょっと弱くなります。というのを肩に合っちゃったりとかっていうことが起きるんですよ。ですけれども普通のオートフォーカスっていうのは通常の AF ポイント数分使えるので、例えば一眼レフでこの右上の方にオートフォーカス合わせたいけどっていう時に、フォーカスポイントそっちにないんで今まで使えなかったのが、ミラーレスを使ってアダプターをかませて撮影をすることによって、そのレンズでねこの右上の端っことかにオートフォーカスを合わせることができるんで、これはねなんかすごくいい利点な気がします。でソニーさんに関しては、瞳オートフォーカスっていうのは昔からあるんですけれども、新しくね動物瞳オートフォーカスっていうのが追加されまして、これがねまた便利な機能になってくるんですよ。で猫ちゃんとかね鳥とかっていうものに対してピントが合いづらいものがね、瞳オートフォーカスの機能を入れることによってバッチリと合うようになるというもので、これどれぐらいまでの種類を撮れるかっていうのはまだちょっとよく分かってないんですけども、基本的には結構合う、結構な確率で猫ちゃんとかワンちゃんとかそういった一般的な動物はね合いやすくなっています。これね発達していくと、例えば野鳥撮影とかってそういう部分でもかなり楽になるんじゃないかな。もう飛翔している鳥に対して瞳オートフォーカス当てるとガチピンとか、もうなんかすごい世界になってきますよね。これね2機種の僕の大きなポイントになってくるかなと思ってるんです。あとはね細かい部分はいろいろ数えればキリがないんですけれども、特に気になる部分っていうのは、そうだな、 Z7 でいうとちょっとねこの人差し指系のアクション、 ISO とか露出をこう変えるためのスイッチがあるんですけど、これをね押しちゃうとねこっちの中指の方がちょっとうまく動かせないかなっていうのはちょっと思いました。例えば ISO をオートにするときにニコンってこの ISO のボタンっていうのを押して、この前の方のダイヤルをクリックすると ISO がオートになったり固定になったりっていう風になるんですね。これがねなんかちょっと使いづらいなと思ったのと、あとこの露出補正ダイヤルもちょっとねここを押しちゃうと手がこんな感じになっちゃいます。僕ね手がでっかいんでこの周りだけちょっと使いづらいなと思ったんですけれども、あとはもう非常に良好で、もう慣れ親しんだニコンの操作感にすごく近く使えるものになります。でね、カスタムメニューっていうのもソニーさんもそうなんですけれどもしっかり準備しているので、よく使う機能はそこに入れておくと、この何かあった時のね動作っていうのはかなり早くなるんじゃないかなと思いました。でね、ソニーさんで気になるポイントはね、
だいぶね昔のものに比べて改善をされてきてしまっていて、なんか思ったる弱点というのがあまり見つからなくなってしまいまして、あとはね暗所でのオートフォーカスっていうのをねもうちょっと聞いてくれると助かるなっていう場面が結構散見されるので、そこかな。あとはね ISO 感度を変えるときにオートとね100の間にすごいいっぱいいろいろ選択肢があるんですよ。でそこを変えてるだけでもちょっと時間経っちゃうんで、ISO とねオートフォーカスの部分っていうのはちょっとね、なんかできるようになったらいいのかなと思っています。であとね記録媒体なんですけれども、 Z7 はねじゃーんということで XQD カード1枚の仕様になってます。で α7 は α4 に関しては SD カードの2枚の仕様になってます。でね Z7 に関してはまだ初期の機種っていうのもあると思うんですけれども、シングルスロットっていうのがねどうしてもなくしちゃいけない撮影の時はすごく不安かなと思いました。実際ね SD カードが壊れちゃって消えたとかっていうの僕自身一回も経験したことはないんですけど、可能性としてはなくもない話なんですよね。なのでこのねシングルスロットっていうのはねダブルスロットに次の機種ではなるんじゃないかっていうことを言われているので、これはね改善が待たれるポイントになってくるかなと思います。あとねこのポッチ、これなんていうのかな、コントローラー、このポッチ実はね α7R4 がすごい押しやすくなりまして、非常に良好でございます。で Z7 もね全然使えないわけじゃないんですけれども、クニクニっとすることができる、ちょっとねちっちゃい、ソニーに比べてちょっとちっちゃい仕様みたいですね、でも全然使い勝手は良いものだと思います。はい、というわけでね Z7 と α7R4 っていうのを簡単にスペック上の問題で比べてみました。このね2つの機種っていうのを選ぶにはどういう差別化をしたらいいかっていうのがあると思うんですけど、個人的にはね一番差別化になるポイントっていうのはやっぱり絵作りであり、このねカメラたちが作ってくれる絵っていうのが好きかどうかっていうところが一番のポイントなんじゃないかなと思います。はい、というわけで本日 Z7 とね α7R4 の基本的な機能の紹介をさせていただきました。基本的にはね機能が多少勝ってようが劣ってようがいい写真を撮れたカメラっていうのがまあ選ぶべきカメラなのかなっていうふうに思うので、皆さんがねどんな写真が撮れるのっていうところを分かっていただけるように、次の動画ではねこの α7R4 と Z7 標準ズーム 24-70mm の F2.8 の対決をしたいと思います。ね、ポートレートを撮らせていただいたので撮った写真をね見比べてどっちが好きなのっていうのを見ていただけるようにしたいと思いますので、ぜひぜひ、この続編も見ていただければと思っております。それでは、次回お会いしましょう。